腰掛けている女性のウェノスのエクボ2本の矢印は、両方のエクボを指し示しているウェノスのエクボの例、水浴びする、女たち1853年、ギュスターブ・クールベ・ウェノスのエクボは、人体の背面下部、尻列のちょうど上にしばしば見られる、市場面に対照的なくぼみ。これらは、骨盤の仙骨と腸骨が連結する、一体の仙腸関節のちょうど外に当たる。 ウェヌスのエクボという名称は、正式な用語ではないながら、船長関節のサ部にあたる部位の形状を指すものとして、医療従事者の間で、歴史的に受け入れられてきた。ラテン語名では、フォッシー・ロンバイルズ・ラタールズと呼ばれ、英語では他にバック・ディンプルズ、バット・ディンプルズなどとも呼ばれる。これらのくぼみは、上皇朝国極と皮膚の間に伸びている短い人体によって作られている。 これらは遺伝によると考えられている。この部位には他にクーパー人体のような表面の皮膚までの別の人体があるが、これらは胸部の中にあったり、そして胸筋の主な筋膜と皮膚の間に見出される。外科解剖学においては、ウェヌスのエクボーという用語に別の用法がある。仙骨後面に対照的にある一体のくぼみを指す。もので、ここには、 上脈道も含まれる。この、ウェヌスのエクボは、仙骨の上部の関節面を探すための目印として利用されており、脊柱の外下下手術において、仙骨追求コンスクリューを取り付けるガイドの役割を果たす。ウェヌスのエクボは、その名が、ローマ神話の美の女神であるウェヌスに由来することに、示されるように、美の印であるとしばしば信じられている。ありがとうございます。